1年間お疲れ様です。スティは、急上昇、総なめしたり結構ちゃんといい1年だと思います。 BC は関東大会出ることができて、いい年になりました。来年はもっといい年にしましょう。今日はもう飲み放題、食べ放題、食べ放題ではないです。飲み放題なんで、はい、飲みたい人はガンガン行ってください。乾杯。ピモさん、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 朝、今日10時、11時まで飲んでたし、それはダメです。バカ、ダメでもねえだろ。いただきます。イケメン俳優ね。イケメン俳優、バカうめえ。バカうめえよ。うまいでしょ、そりゃうまいわ。めっちゃうまい。本当だよ、もういい。お前、どうでしょ。やっぱ焼肉ってタンで決まりますからね。そう、それ言うからね。そうなんだ。じゃあ選手いただきますか。いただきましょう。そうなんですよ。はい、いただきます。いただきました。うまいね。やばっ。めっちゃうまい。やばい、めっちゃ味付いてるね。バカでもわかるうまさ。バカでもわかる。この宅にいじめられてます、僕一人で。はい。こいつとかに、こいつ後輩のくせに俺のでいじってくるわ。やば。ねえ、自分のものは自分で作りましょう。それでいきましょう。ちなみに、僕来年、ピッチャー挑戦するんで。いや、それはない。いや、ガチで俺ピッチャー挑戦するから。うん、その前には、まあ、そう、だから痩せて、体動かして。そう、体動かして、しっかり痩せて。動かせる体になってから、ピッチャーやってください。はい、わかりました。そしたら認めます、僕。わかりました。頑張りましょう。やばいだろ。これはすごいぜ。え、これででもビリってやる。はい、これでも一口で。ベニーがもう一人でカメラ持ってってるよ。やばいぞ。このいっぱいいっぱい使わないと、この画面、広い画面。長いあ、見出てる。ガチャガチャガチャ。ダメじゃん。もっと反応。おい、でかい。ベニーより俺下もしかでかい、ベニーより。でかいでしょ。嘘つけ、ベニーより俺。ベニーより食ったことある。もうこれ自体全部ないです。あ、ないんだ。僕、焼肉キング止まりなんで。焼肉キングはね、いいよ。なんかこう、でっかいステーキを。わかる。こんな見たことないです。あれはあれで美味しいからね。そこはまた違う美味しさだから。うわ、置き方うまいな。はい、いやらしく、いやらしく。おお、うまい。うまいって何。もう美味しそうだ。置き方から美味しそうだ。そうっす、うまいっす。ちょっとこんぐらいですか。ちょっと早かった。早かった。みんな温まってきたんで、このサブチャンネルの思い出を全員に語ってもらいたいと思います。いきます。まずは大輝から。大輝さん、はい、今年のサブチャンネルの振り返りをどうぞ。ああ、サブチャンネルね、あのね、クオリティの上がりようがさすがだった。もう全部面白い。あのね、サブ撮っててなんかやりがいっていうか、なんかもう楽しく撮影できた。本当にそれやっぱりそのサブちゃん、そのなんか持ってるやっぱタツキとかの企画力だと思うし、来年もっとねタツキのね、あのサブチャンネルの企画力のレベルアップにちょっと期待して。だからね、そう、絶対さ、あのメインでやりそうなこともサブでやるじゃん。それがまたね、本当にいいと思った。だからね、メインチャンネルぐらい集中してなんかサブちゃんできたし、まあ、もちろん体張ったりとかさ、俺したかったからさ、めちゃそういうのいっぱい今年できたサブチャンネルだと思いました。サブチャンネル1年間本当にありがとう。タスキさんも来年サブチャンネルよろしくお願いします。あっさい。今年のサブチャンネルの振り返りはサブチャンネルですか。いやでも、なんか今年のサブチャンなんか俺輝けたかなってちょっと思ってます。なんか
その MC とかをすごいやらせてもらったりとかさ、企画とかいろいろやらせてもらって、なんか自分が変えられたというか、ちょっと発言もできるようになってきたの、サブちゃんのおかげで。来年はもちろんそういうのもあるし、もっと、うまく回せるようにというか、メインにも活かせるようなことをやってきた。で、もっと暴れたいです。もうサブは楽しかった、もう本当に楽しかった、笑いが絶えなかったんで、もう最高の1年になりました。一番なんかね、やっぱ楽しいよね、楽しかった、サブ、うん、もうね、自分わーとかね、あったりめっちゃ声わーとかやさ、幼稚園とか保育園のさ、あるあるとかあれとか、アイドルの好きなやつ、あれとかとかさ、もう完全俺の好み、好みのやつを企画として出せて、それが成立して面白くなったっていうところではめっちゃいいかなと思って。結構ポンコツさがまた目立ったねで、そう、めっちゃ目立ったと思うんだよね、ポンコツさ。そこを直したいよね、来年もっと、もっとちゃんとしっかりと自分でも俺巻いてるぜって、俺回してるぜみたいな感を出していきたい。いや、無理じゃないよ、いや、無理じゃない、そこはもう成長するから、ちゃんと振り返りですよね。これは、なんか、よりメンバーを知れた年でしたね。ああ、知れた。なんか、例えばあるあるだったり、まだ表に出してない暴露、あの、恭平が手術したとかとか、あの、まあ、あるあるだったら、その当時のあの、みんなのどういう生活してたなっていうのも分かるし、だから、この1年間でよりメンバーを知れたなって思います。サブチャンネルで本当にいろんなジャンルやりすぎて、だから、あ、こいつはこういうのがめちゃめちゃおもろいな、あ、こいつは本当に頭悪いな、だから本当にいろんなことをなんか知れたし、だからこいつの強みとか一人一人が分かってきたな。他の YouTuber さんだったらメインでやってるようなのを俺らもいち早くサブで出すっていうのは結構できたんで、いろいろ楽しかったです。今年1年ってみんなで撮る企画が多かった。去年1個前の年だと本田翔平とかなんか急に撮り出したりとか、そういうの結構多かったけど、もうこの1年間まるまる本当ほぼ全員でやってたっていうのが、企画としてやってたことが多かったから、まあ、2021年はちょいちょいなんかたまにね撮ってみたりとか、そうね、またね急に撮るやつもいたりとかね、今までやってなかったジャンルをちょっとやっていきたいなと思ってます。もう終わりでいい？ああ、終わり、ね、別にサブションとかは別にそんなもんじゃん。いや、一番頑張ってたよ。いやいや、頑張ってないですよ、なんか、うん、まあ司会とかやること多かったからね、多かったですよ、うん、まあ、結構いろいろ考えながら企画はいろいろやりましたね。まあ何も考えてないですけどね。まあ以上です、ありがとうございました。ありがとうございました。ダボさん、はい、今年のサブチャンネルの1年間振り返りを。いや、やっぱりね、なんか、ありがとうございました。おーい、おい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 、お酒を飲んでらっしゃるんですね。いや、それは飲んでますよ、忘年会ですからね。どうですか。いや、やっぱりなんか今年のサブはなんかメンバー全員で集まってなんかこういろんな企画するっていう、なんかそういうイメージだったじゃん。はいはい、やっぱ楽しいよね、やっぱり、ね、企画とかね、結構どうでもよくて、なんかもうなんならもう6人でくっちゃべってるだけでもなんか結構もう楽しいと思ってる感じの人間だから、もうただでそんな感じなのに、なんか企画とかもおもろいっすだからね、そうだからね、結構みんなが持ってくる企画結構楽しみで、だからめちゃめちゃ楽しめて来れたかなっていう感じ。そうですか。そうもう最高やね。あ、来年はどんなサブちゃん撮ります？いや、なんかね、もっとくだらねえの撮りたいよね。なんかね、1年前ぐらいの。そうなんかもう結構楽しいんだけど、もうカメラ回ってない時って俺ら本当くだらねえことでもうゲラゲラ笑ってるから、なんかそういう感じをみんなにね見せていけたら楽しさ共有できるんじゃねえみたいな。そうね、来年は交えますか、そういうのも。いや、そういうのね、やりたい、やろう。 OK です、やりましょう、やりましょう。ありがとうございました。ちょっと撮ってや。あ、一人だとシャイだからさ。シャイだから。ええだろ。なんでお前このカメラに向き合ってる。シャイだからさ。サブの思い出でしょ。はい、シンプルにもうずっとね、共演とタツキがやってるんですよ。担当してるんですけど、企画をね、ほぼ僕何も言わなくても全部切れなくやってくれたっていうのが素晴らしかった。いや、これね、仕事だったね。しょうがない、仕事だ。
でも京平はやっぱちょっとなんかギリギリにこれやるとか言い出して、いやそれは無理だろみたいのはあるんまあまあある、ほぼないんですよ。ちゃんとなんかいいやつ用意してくれるんで、これがダメだってなっても次がちゃんと用意されてるんで。うるせえなお前、もう何でも聞こえねえよ。忘年してんな俺はバイマーが楽しかったなって。ああはい、それに関連してなんかメインでやるようなことをサブでちゃんとサブでもやるようになったっていう、うん、確かに罰ゲームもえぐいですからね。いやもうねマジでね怖いもん普通に。今年は企画っぽいのが多くて、まあ新しい感じだったんですけど、やっぱファンの人はなんか日常っぽいものターボがいっすよ、そういうの求めてるかなと思うんで、あ、まあ、その辺も織り交ぜていければなっていう感じで、まあ、あとはねとりあえずそのうちちょっと発表ありますけどね、もっとなんていうんですか、見た目の変化が出てくるんで、うん、まあ、そこでもっとねサブもグレードアップしていくかなと。はいはいはい、楽しみっすね。今年はもう走り抜けたと思います僕たちも、うん、そうですね、やりましたね、結構やりきったね、うん、やりきったと思う、うんうん、忘年だからこそね、あの褒めれますねということで、うん、はい、来年はさらに京平のこと褒めてみ、褒めれる京平は、ちょっと納期守るようになってた。ちょっとな。ちょっと。まあ、定期的にやっぱミスるんだけどね。あ、でこうやってちょっととかいじってんのに今日聞こえてるんですよこれ。入ってこないのよ。そういうとこはまだ全然ダメっすよね。確かに。聞こえてる。ニヤニヤしてるから。影で逃げてる。変わったな、京平も。何がだよ、もういいよ。いや、元から来いよ。なんだよ、遅いのよ。みんな、仕事に関しても、なんかその動画に関しても、すげえスキルアップを感じたから。うん。年でした。おー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 。だから僕も負けないようにスキルアップして、来年、ゴリゴリ頑張りたいと思います。よし、頑張りましょう。これ、サブチャンネルですからね。いや、ほんと、すごいわ。はい、去年これメインで出しましたから。そうだよね、そうだよね。今年はね、メインのスケジュールがパンパンなんだよ。いや、今年はすごいよね。年末ちょっとやばいよ。本当は出張からもうちょっとやりたかったんだけど、足りなかったということで、忘年できてよかったです。はい、素晴らしいです。ありがとうございました、皆さん。ありがとうございました。ありがとうございました。また来年のね、2021年もサブチャン見てください。はい、見てね。お願いします。お願いします。お願いします。